こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうですえ。小松島記念競輪、3日目、準決勝の予想をしたいと思います。はい、えー、大まかな概要です。10レースはですね、えー、大谷に乗る地元、小倉が人気集めそうですが、えー、逆にですね、地域型のボックスを狙ってみたいと思います。 えー、11レースは、えー、地元原田健太郎が、えー、愛媛111期、松本の番手から抜け出す競争、まあ、番手まくりを中心に、えー、狙ってみました。そして最終12レースですね、えー。ここは非常に難しいレースなんですが、こういう時こそ、あのーえー、三谷が積極策をして、えー、その番手の村上兄が、 あの、抜け出すんじゃないかと思いまして、えー、村上義弘から行ってみました。はい、まず10レース、準決勝戦です。はい、ご覧の9人です。はい、えっ、ー、と、ご覧の通り3分戦で、大、え、盛、ー、りだけが短期ですね。まあ、確かに、あの、そうですね。 この流れで言えばバック回数も大田がトップですし、えー、おぐ、番手の師匠、小倉が人気になるのはわかります。で、えー、っと、先攻ですが、まあ、大田が前を取ったとしても先攻はやっぱり大田だと思います。えー、郡司も山田も、まあ、もちろん短期の大森も、先手を取るですっていうのは、 まあまずないと思うんですよね。まあ、軍事がちょっとあるかなーっていう程度で。基本的にはやっぱ大田が突っ張ってでも逃げちゃうと思います。じゃあもう、小倉じゃないかと思うんですが、ここで気になるのが、4番車の大盛りなんですよね。やっぱり勝負のある、 短期ですから、あの、勝負権のある位置に行くのは当然で、そうすると、こんな、小倉か谷が狙われちゃうんじゃないかと思うんです。あと、小倉は結構仕事をする、ますし、軍事も山田もスピード持ってますからね。そうすると結構飲み込まれたり、大りに救われたり、 しちゃうんじゃないかなぁと思うんです。結構、小倉、まあ、すんなにオーターかけてくればいいですが、オーター、そんな素直な先行する、師匠と言ってもするような人間とは、人間じゃ、人間って言ったらダメだなえー、っと、走りをしてるっていうわけじゃ、には、まだ自分には思えないんですよね。なので、 まあもちろん大田逃げたらそんなに踏み直しが効くかって言ったら難しいとこあるんですが、まあ番手の大倉は相当苦労させられそうということで、えっと自分は自力型のボックスですね。この目を狙ってみました。まあ軍事も山田のスピードがある、あるんで、大田が垂れれば逆にあの軍事、山田の両立。ちょっとあのその軍事の番手が成り強だったり、 山田の番手が大坪だったり、というわけで、まあ、何気はまあ、いいとは思うんですけど、えー、っと、まあ、そこまでっていうわけほどの、やっぱり力の、前を回る選手と力の差がありますからね、ついていけるのかって言ったら、しあの、苦しいとこなので、 こう自力型のボックスがいいのではないかなと思いました。はい、続いて11レースの準決勝戦です。えー、SKS 班の浅井が登場してまいりますね。はい、えー、これも3分線と言いつつ変則で、えっ、ー、と、まず、四国の3人に、福島の小野大輔が続けます。やっぱり、この位置すごく、 魅力がある位置だって考えたんでしょうね。やっぱり松本が思い切って引っ張って、はあ、なんか待ってまくり気味に行けば、自分は三着に流れ込めると。いうことで、結構。まあ、小野にとっては、そういう目論みだと思います。あとは、まあ、いつも通りですね。で、まあ、 番手のハーダが狙われるかといった、まあ、短期の土田ゲはそんなことし,しないでしょうし浅井もあんまり番手に行く選手じゃない、まあ、見たことないですからねここ最近はちょっと松本振りなしの時に離れて偶然はまることはあるんですけど、まあ、もし番手に行くとしたら私は天田だと思うんです、まあ、それでもあの立て直し ハードな立て直しって、と思ったら、浅い飛んでくるよなーっては思うんですけど、まあ、あの、私は一応ハードが、バンテか、マクリって書いてますけど、えー、バンテから抜け出す競争と、えー、言いたりです。というのは、結構、あの、松本も先行すると粘るタイプなんです。えー こうその、自分が、あの、引きだ今回はさすがに引き出し役の要素が高いとは思ってますが、引き出すだけじゃなくて、自分も結構粘ってしまえるっていうのがあるんですね。まして、浅井泡田が、まあ、浅井のかましには注意しないといけないですけど、基本的にはそれほど積極的ではない。浅井は後方に置けるとなると、 松本はある程度足を残して、えー、っと、バックを回ってこれるんじゃないかなと思います。まあ、原田がそこで慌ててバンテから踏んじゃったり、まだ松本に足があるので、バンテから踏んじゃったりとか、余裕のない行動をしたりっていうのは、あと、下手に車間を空けたりとか、するの不安要因は残りますが、まあ、ここはですね、原田もちょっとは安定してきていると思うんで、 えっと、ハーダー、信頼でいきたいと思います。あの、えー、目はご覧の通り。えー、っと、マークする高原の流れ込み。やっぱり力でまくってくる浅い。えー、それからですね、えー、っと、浅いを後方に置ければ、ま、高原のまく、まくり追い込み。えー、そしてですね、松本が結構、あの、余裕を持った踏み方をすると、 粘り込んでしまうケース。えー、あと、スピードがある野、えー、田の一発ですね。この辺を、えー、行ってみたいと思います。最終12レース、準決勝戦です。はい。えー、ご覧の9人、えー、村上、そして三谷ですね、えー。が登場してまいります。はい。 えっと、こちらは4分線ですね。えっ、ー、と、一番バックを取っているのが、6番車、地元の久米公平になります。ホーム数も11回なので、まあ、積極的な競争をする。ただし、まあ、2元を決まっては2回しかないので、背足については不安があるといったとこですね。まあ、まくりもあるんで、 先行なのかまくりなのかというところだと思います。もちろん吉田もあの結構7回とバック数取ってますし、ホーム数も9回あるんで、吉田が逃げるケースもあるかと思います。みんなは7回取ってるんでね、えー、っと、この準決勝ならば3着権利のことを考えて積極作為出る可能性はあると思います。 S, S は誰が取るんだろう村上が取って、でも村上取らないからな。カシノかな池田かもしれない。まあ、この辺が取って、えー、前に迎える。まあ、関東だと思いますね。池田だと思います。えー、っとですね。で、まあ、基本的にはやっぱり久米がバック数取って逃げるんじゃないか。まあ、もしくは、ま、吉田が、 と思うんですが、やっぱり番手がね、まあ、組はいいんです。あの、積極策はいいんですが、組は地元。えー、番手は四国ではなく中部、中国、まあ、中四国で一体と思ってもいいんですけど、まあ、カシノなんで、ま、見えて仕事をしてくれる、あの、選手なんで、カシノは。 まあ、積極性は増すとは思うんですが、まあ、もし残りたいと考えたときにどうなるか。吉田番手が池田なんですよね。池田の番手戦か。まあ、で、番手戦を池田もするようになってきてるんですけど、指してやっぱりすごい番手戦っていうのは、まだ見ないですよね。まあ、 積極的にはなろうとは、吉田、するし、積極的な競争もするんだろうけど、というところですよね。で、そこで、まあ、田中は三者ですけど、やっぱり基本的にまくりタイプなんで、そこまで逃げるのかなまあ、三、逃げる選手は三番手が欲しいでしょうね。 なんとなく、久米が3番手取っちゃいそうな気はするんですけど、ね、久米とか吉田が、また、久米かなと思うんですね。そこでですね、えー、っと、実は、えー、っと、まあ、準決勝戦の走り、準決勝戦に上位の選手はどう走るかと言ってみれば、とにかく、あの、決勝に乗って安全策。 取らないといけないっていうのもあるんで、やっぱり三谷は一回は前に出る。ということは、このまま逃げるか、組が来て3番手を確保するか、だと思うんです。だから三谷が結構前に行って、かつ3番手にはまったとしてもすぐ出て、えー、まあ、村上がついていって、 村上の調子悪くないですしね。その村上が、えー、抜け出す、刺すと思います。その、えー、村上の刺し目1551が本線、えー。で、これで、ね、まあ、まずいいかなとは思うんですが、三谷が早仕掛けたれた場合は、いろいろ手広く行ってみたいと思います。でここで面白いのが、あまず、 久米なんですよね。えー、っと、クメ結構ぜ、あの、前場所優勝したり、今場所も好成績上げてるんで、6番車と、六番車103点だからといって、あの、油断はできないです。結構、あの、他が、まあ、吉田はまあ、それなりにいいんですけど、吉田や和田は、森さんもね、いいんですけど、 まあ、そんなに、あの、勢いを、勢いで乗り越えられそうなメンバーなので、いやお、組の大物食い、最低人気ですけど、三連単は、あるんじゃないかなと思います。そして、えー、っと、和田や森沢も、あの、気になってます。田中自身はちょっと、まあ、田中の自力、 で、できるっていうのは難しいですけど、その、ある程度、スピードに乗れば、あの、シビアにコース突っ込める両者なんで、和田圭はセブエン園記念、あの、外伸びて優勝してるんで、足はありますし、森沢も近況好調なので、この二人も、あの、要注意だと思います。これ、裏目いるのかなひょっとして。まあ、この二人に関しては、吉田もそうだけど、 裏目もちょっと考えてもいいかもしれないですね。ただ、そうすると点数が多くなってしまう。あくまで1551本線ですからね。で、一応、あの、吉田が、ある程度積極策なら、一度前、吉田が出ちゃったらえ、三谷ができたところを、三谷、村上できたところを池田が切り替えてというのも、 あるかなと思うんで、1、3も抑さえます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。小松島記念3日目準決勝の予想をお送りいたしました。えー、ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を1000人を目指しております、えー。この動画のタイトルを右にあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、まだお方はご協力よろしくお願いします。 また、高評価、コメント、えー、それから SNS 等への拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。えー、説明欄にアドレスを記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストを流れます。はい、お時間がある方はそちらも、 動画リストはですね、チャンネルをお持ちの方でしたら、はい、ブックマークできますので、そちらもよろしければお願いいたします。はい。えー、ここまでありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。